よし。攻撃で全詰めるのは無理です。無理？それは命令か。このままではファルコ、酔っ払ってん。お前たち誰だ？てかでさ、巨人を4年も続いた戦争も今ようやく大詰めなんだ。ある軍港の中東連合艦隊を沈めさえすれば、この守るスラバ要塞を抑えなきゃ軍港に攻め入るのは無理。に何が期待できるってんだよ。政界権を奪うのに4年もかけやがって。俺ら陸には1枚に要塞ぐらい落としてもらわないと困る。ああごめんごめん。それで私たちの中から次の戦士、この最前線に決めたんだよ。次なる対局を見据え、勝者をね。なんだガビ、自分以外の人。私たちとガビじゃね。今のところの成績じゃない。覚悟だよ。エルディア人の運命を背負い世界に残るのは善良なエルディア人だけだと。このたで、その状況に加え要塞からの支援砲撃もあります。ここでアギトと車力を放ちましょう。ダメだ、カードの切り方を間違え。ヤスだ、装甲列車だ。あの150ミリ口径から放たれる鉄鋼だ。巨人は2体とも素早いです。とてもうなじを撃ち抜くなど力を取り戻せる保証はありません。そうだ、気になったようにな。マーレの軍事力は低下したとみ、我が祖国マーレを超大国たらしめるものは何だ。巨人の力は絶対である。そうでなくては。なんだエルディア人、お前たちはマーレスだぞ。ここにいる800人のエルディア人在は走る内部社から関係を全員立て。とたまらエルディア人部隊は敵線路に突撃を仕掛け。いいか、これは貴様ら薄汚い悪魔の末裔がその汚名を望め。お前たち戦士候補生してはならん。あの装甲列車に要塞の周りをうろつコルト、お前も獣を受け継ぐ。じゃーん、私ならお前らを鍛えるのに国がいくら費用をかけたと思ってる。ような優秀な戦士は二度と現れないでしょう。しかばずに済みます。失敗すれば一人の勇。やはり私に800人のエルディア兵の兵を捧げるということでした。わかった、兵士であることを証明してまいります。今だけ腕章を外すことをお許しください。おい、誰か来る。一人で。いや待て、エルディア人かもしれんだろう。しかしきっとエルディア人だ。巨人化する前に撃て。バカ、作戦を開始する。くれぐれも作戦通り。
何してんの、ファルコ。エルディア人。はい。ガキめ、出来なんかほっとけよ。呪いを継承できると思った。ちっとも役に立ってない。何か言ってる。アルナ、汚れる。あ。俺たちの敗北が招いた戦争だ、ライナー。ああ、これでようやく戦争が終わる。4年に及んだ戦争はマーレの国が終わりつつあることを知られ、マーレは一国お前だ。束の間の喜びを胸に戦士たちは